はい、こんばんは。これは1週間ぐらい前のマーチャ君ですね。ゼリー砕いてあげた方がいいんですけど、砕くと食べづらそうなのでそのままあげてみました。ちょっと見ているうちだけなんですけど、よく食べてくれています。はい、これから1週間後、前ちょっと乗せたんですけど、もう外でずっとここで寝てますね。急がね、早かったんですけど、だんだんこんな感じでゆったり動くようになってきております。なんかね、ハウスの中にいるともう寝てるんでしょうけど、どういう状態かわかんないんですが、外で寝てくれて、あ、息してるなとか、こういうゆっくりの呼吸を見てるとちょっと癒されます。安心もしますしね。でね、腹水がねどんどんひどくなってきちゃってて、わかりますか？この首から下のところがもうぽよぽよになっちゃってきてます。鼻にまた砂がつけているんですけど、もうね、水とかねうまく飲めなくて、顎もちょっと今濡れちゃってるんですけども、頑張ってこうやって飲んでます。置き水したんですけどね、ひっくり返したりとか入っちゃったりするんで、結局給水器をこのまま使っている状態です。もうお腹がぽよぽよでね、上から見たらもうダラーンってなってました。給水器もかなり下げてます。ご飯はね、一応食欲はあるみたいで、こうやって好きなものを選んで食べてくれてます。ミックスナッツはね、あまり普段はあげないようにしてるんですけど、こういう時は好きなものを選んで食べてくれるので、このままあげちゃってます。今まであげたことはなかったんですけど、やっぱりハムスターの好きなもの多いんで、よく食べてくれてます。前紹介したこのゴールデンハムスター用のですね、何がお気に入りかいつもよくわかんないんですけど、ナッツ系はなくなってますね。もうあまりこれ食べたらああだこうだっていうのは気にしないで、もう好きなだけあげて、そこから選んで食べてもらっている状態です。で、お水とトイレとご飯が終わったらいつもここで寝てますね。ハウスの入り口がちっちゃいからか、腹水してからなんで入りづらいんでしょうか。今日ちょっと掃除あるんで、家をもっと入り口広いのに変えていこうと思います。で、そうこうしていると町色選手が騒いでました。出たい時なぜかこの角をひたすら舐めるんですよね。これはハムスターあるあるだと思います。昔はちょっと遠慮気味にしたんですけど、最近はもう必死にアピールしてますね。遊ぶか、マチオ。おいで。おいで。よし。その家、マチロはね、マチャと1ヶ月も変わんないぐらい同い年なんですけど、めちゃめちゃ元気ですね。前よりも出してっていうのがすごい増えました。今まで1回も病院も行ってないし、元気に過ごしてます。なんか本当に2歳過ぎてるのかって思うぐらい元気な子です。稚語をあげよう。どうしても正面を向いて食べてくれないですね。この耳の後ろちょっと薄くなってきたなっていう感じはあるんですけど、あんまり変わんないです。あとちょっと爪が長いんでね、これちょっと来週切ってもらいに行こうかなと思ってます。やっぱ年取ってあんま変わんないようには見えるんですけど、運動量がやっぱり下がったのかな。
なんか爪が前より伸びています。なんだマチロ。はい、そんな感じでマーチャ君に戻りまして、こんな感じで寝てますね。ゆったりゆったり。もう一週間前はねテロテロ歩いてたんですけど、もうすっかりゆったりになりましたね。ちょっと起きたところを見計らって掃除をしようと思います。はい、夜ね起きてきて掃除をしてます。何もないと不安なんでご飯をあげました。もう目もね全然開いてなくて、耳もずっとこんな感じでぺったんこになってます。でも相変わらずね豆腐とか野菜好きなんでちゃんと食べてくれてますね。はい、掃除終わって戻しました。これ手作りハウスなんですけど、あのケナフの箱を入り口を切ってます。これだと高さもあるから登ろうともできないし、今の状態でも入りやすいかなと思って変更してみました。使ってくれるかな。なんか外で寝たそうですね。また同じところに巣作りをしています。でね、結局ここで寝そうな感じです。入り口が小さいからじゃなかったのかな。でもまあマチャが好きなところで全然寝てくれていいんですけど、巣箱あった方が落ち着くかなと思ったんですけど、ここがお気に入りみたいです。でまたほっといたらなんかもぞもぞしてるなと思ったら、中に置いといたペレットをガリガリ食べてました。でしばらくしてこのまま食べながら寝落ちしております。寝てますね。入ればいいのに。落ち着くぞ。はい、こんな感じで最近のうちのハムスター事情でした。最後までありがとうございます。